絡んだろ。こんにちは、串本大島仮設研究所海進でございます。今回はですね、2021年2月13日の超高齢様子をお届けします。この前日にですね、同じく1000回で青物釣りをやりましたですけどね、前回の動画の模様でございますけど、当たりはぼちぼちありましたですしね、潮の感じは上向きと見てですね、で前日のね、12日の釣りが終わってから、Facebook のですね、串本大島仮設釣り研究会の、グループに声をかけてですね、一緒に行こうよということで、めちゃめちゃ急だったんですけどね、4人集まってもらいましたですからね。というわけで、せっかくなら、僕を含めて5人で一緒にやりたいなということで、大島フィッシングにですね、無理を言って釣り船を用意してもらいましたです。みんなでワイワイやりながらですね、串本の仮設釣りね、結構楽しいものがありますからね。グループ活動としては、こういうこともやっているんだっていうところをですね、今回はご覧いただこうというふうに思います。この日はですね、日が昇るまでに、へさきと真ん中で2本釣ってましたですかね。潮の感じはいいのかなと思ったんですけどね。で、夜が明けてですね、僕のところにも当たりが来ましたですね。サイズ的にはそんなに大きいものではなかったですけどね、こうギュンギュン行ってくれるね、こう元気のいい気持ちのいいやつだったですね。で、今回はですね、こう釣り船を仕立てましたですけどね、カセの場合でもですね、こう3人ぐらいで乗ることがあると思うんですけどね。で、こうやってですね、こう一人がかけたら、もうね、隣でどんどん薪を入れていくというね、共同作業とでも言いますかね。で、特に青物釣りの場合はですね、かかったブリメジロにですね、こうついて上がってくる個体がいたりする時があるんですよね。で、そういう浮き上がってきた個体ってですね、こう結構かかりやすいので、だから息があった仲間同士とかならですね、そういう共同作業でですね、そのタイミングを入れ食いにしたりすることもできるんですね。ただ今回はですね、こう今僕がかけてるやつにはですね、こう確かに一匹ずつ上がってきたんですけど、それには逃げられてしまいましたですしね、入れ食いとまではいかなかったですね。ただこのタイミングは試合でございませんね。手を上げて。これはうるさいんですけど、当たり1回しかないのにこれ楽しませてもらう。ちょっと置いて。
といたらいいの、こうやって。ですね、すぐに、隣がダブルヒットでございましてですね、ただこの日はですね、この後がもう全然続かなかったですね。この日の3日前くらいからですね、もうひどい炭塩状態で道具も落とさざるを得なかったんですけど、これね、全員85ハリスでございますね。でこの日はですね、こう魚のサイズは、まあ、5、6キロぐらいのものばっかりだったんですけどね、このタイミングだけはですね、こうちょっと感じが良かったので、まあこのくらいのサイズならですね、もうちょっとこうね、入れ食いみたいな感じになってほしかったですね。まあでもこの日ですね、こう他の加勢はですね、こうかなりの苦戦を強いられてましたですから、まあ僕からの連続でこうダブルヒットでございますしね、上出来と言ってもいいのかもしれないですね。やっぱりね、潮のコンディションとかにもよるんですけど、まあ、朝一はですね、こうドカッとね、こう多めに薪を入れてですね、まあ、魚を寄せてしまうっていうのが、まあ、この釣りの一つのツボでございますから、まあ、こんな感じで負けをするんやっていうところをですね、参考にしていただければっていうふうに思います。やめた、やめた、気づいてないか、気づいてないか、ついてくるかどうか見といて、はい、その辺で
もあれ見えるはずやから上がってくれ、あの出てくれやったら。あげたー。タワー。またやることないな。このメジロが、この日最後でございましたですね。あのクワンからということで6号ハリスでございましたですけど、まあ、あの準備してたのがさすがでございましたですね。で、あの串本大島カセ釣り研究会でございますけど、これですね、動画の編集をしているのは2021年の2月の17日なんですけど、この時点でですね355名の方にご参加いただいてます。まあ、あのもちろんですね、あのグループのタイムラインを見ているだけなんて人も多いんですけど、アクティブにですねこうコメントの返信であるとか、投稿であるとかやってくれてる人はですねこう何人なんですかね。コメントはですね、多い日で、まあ、200件以上書き込まれるわけなんですけど、まあ、確かにですねこうなんじゃそれっていうコメントもありますけどね、あの意味があるというか、まあ、有意義なコメントもですねこうたくさんありますからね。あの串本のカセ釣りにですね興味があるとか通っておられる方はですねこうぜひ積極的にご参加いただければっていうふうに思います。さて、今後の青物の、見通しでございますね。まあ、2月いっぱいぐらいは大丈夫じゃないかなっていうふうに思います。で、あの今季はですねこう10キロを超えるような、まあ、大型も多いわけでございますけどね、あのこれから、まあ、水温が一番低い時期を迎えるわけで、まあ、当然ですねこう当たりの数は少なくなってくるとは思いますけどね、数は少ないけど当たればでかいというね、まあ、そういう感じになるんじゃないかなっていうふうに思います。ね、あの今回はですね、こう墨潮がひどかったですからね、こう道具も落としましたですけどね、あのどっちにしてもですね、こう暗いうちから河川に乗るわけじゃないですか。で、あの釣りの開始から、まあ、30分1時間程度はですね、暗いですからね、あの潮が澄んでてもこう、ね、12号とか14号でも食うと思いますしね、あの道具を落とすなんていうのはですね、こう明るくなってからでも遅くはないんじゃないかなというふうにも思います。まあ、8号もですね、こう一応準備しておくぐらいでいいと思います。あのせっかくのこう記録もののね、こうチャンスでございますからね、バラさないようにでかいのを一発ガツンと言わすようにしてくださいね。こんな感じで、これからも串本のカセ釣りのいろいろな情報をどんどん展開していきます。ぜひともチャンネル登録をしていただいて一緒に研究していただければなと思います。ではでは次の動画でまたお会いしましょう。これね、もう撮ったやつ撮りっぱなしでから、ハハ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